パブロ・ダニエル・セバージョス・オカンポスは、パラグアへバレマイ出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。ソルでアメリカのアカデミー出身。2006年にソルでアメリカでキャリアをスタート。チーム内で、トップの得点を叩き出し、クラブを一部リーグのリーガ、パラグアージャ昇格に貢献。2006年7月に、ボリビアのオリエンテペトロレーロにレンタル移籍し、14試合出場16得点を、 上げた翌年は、それでアメリカに戻り一部リーグで15得点を上げ得点王を獲得した。2008年、メキシコのクルスアースルに移籍。2010年に母国のパラグアイに戻り、セロポルテーニョに入団。リーグ戦では、ロドリゴ・テイシェーラに並ぶ16ゴールを上げ、通算24得点を上げ2度目となる得点王に輝いた。2011年、 オリンピア・スンシオンに移籍。ここでもゴールを量産し3度目となる得点王を獲得した。シーズン終了後にはパラグアイ年間最優秀選手賞に選出された。2012年7月12日、ロシアのクリリア・ソベトフサマーラへ3年契約で移籍した。2014年、ボタフォゴ FR に移籍した。しかしチームはセリエ B に降格することになった。 それに伴い対談することになった。ありがとうございます。